にちは、事業専門の税理士川南です。本日は対談ということで、はい、スペシャルゲストをお呼びしています、はい、在学中に会社を立ち上げ東京で活躍中の株式会社ダイアリーの福田俊くんです。よろしくお願いします。就活 YouTuber の俊ダイアリーです。よろしくお願いします。川南さんとは元僕が YouTube 始めたてぐらいの時に石川でお世話になって、そうです、で今回東京に遊びに来るということで、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ニュースピックス企画ね、出演したり、あと芸当社の箕輪さんの YouTube を任されたりと、はい、ご自身の YouTuber も11万人超えてるということでね、はい、YouTuber 先輩になるわけですけど、はい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。多分初めての方もいると思うので、はい、簡単に自己紹介お願いします。はい、株式会社ダイアリーの福田俊です。僕は今就活生向けの YouTube チャンネルを運営していまして、でそれに付随して企業さんの採用広報動画とか採用の PR をサポートする事業を行っています。年齢は24歳で会社は今4年目になります。4年目なんだ、はい、会社作る前に川南さんとお会いして、うん、そうでちょっとあの一部だけ川南さんの YouTube チャンネル の、うん、あのお手伝いとか、うん、あと他のチャンネルのお手伝いとかもしたりして、うんうんうん、してた時期に一緒にプロジェクトをやったりとかをしてて、うん、はい、で今回はこういった機会をいただいてすごくありがとうございます、はいはい、そもそもきっかけはね、2018年の西野亮廣さんの講演会をするという時に、はい、オープニング動画を作れる子を探している時に、はい、共通の知り合いがいて、はい、そこからちょっと面白い子がいるので紹介してもらったのが福田さんですね。いや、本当懐かしいですね。本当懐かしいでしょ。その時が初めて出会って初めましてだった記憶があります。あの時カメラさん YouTube 始めてなかった、ね、始めてなかったです。全然やってなくて、はい、で、ついでに、あ、なんか YouTube 撮らせてくださいって来た。そうでしょ、はい、仕事の紹介をしてたのか。あ、そうです。あ、まだ就活に切り替える前ではあったんですけど、うんうんうん、もういろんな Vlog 系というか日常を出すコンテンツを出してた時に、うんうん、川南さんが西野さんの講演会を開くというところで、そうそうそう、どさくさに紛れて西野さんにインタビューをさせていただいたっていうことです。そうそう、あったね。あったあった。それがきっかけですね、一番最初。そうね、そこがきっかけだね。川南さんも就活に切り替える前に、うん、あの動画にも出ていただいて、うん、そうそう、西野さんの講演会のリターンをどうして買ったのかみたいな。あ、そうです、そういうことってて、と税理士はどんな仕事かみたいなところを、ね、年収をうまい棒に例えさせられた。ああ、懐かしいですね。懐かしいよね。でその時の動画って私はまだ全然 YouTube やる気もなくて、はい、シュン君プラーって来てカメラカチャカチャってして、はい、でなんか自己紹介するときに、はい、どうも心霊椅子を噛んでて、はい、これ大丈夫なのって言ったら編集でなんとかなるから大丈夫ですって言って、はい、YouTube ってそういうもんなんだと思ったのが、うんうん、すごい YouTube の私の初めての入り口を見せてもらったのは福田くんからだったと思う。確かに、まあ、まだ初々しかったと思います。うん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 、ちょっと大人になりましたよね。大人になりました。成長しましたね。いや、あの時の気持ちを忘れないように日々精進しようと思います。そうだね。はい、で在学中に会社を立ち上げてるんですけど、はい、在学中にやっぱ会社を立ち上げるってすごい勇気いるじゃないですか、はい、最初はそうですね。普通はあんまり考えないというか、はい、きっかけとか理由ってあったんですか。はそれこそ石川県の金沢大学っていう大学なんですけど、うんうん、やっぱ金沢大学で休学をして会社を作るっていう人がなかなかいなかったので、うん、あんまり情報とかもなかったし怖かったんですね、うんうん、ただ自分自身が就職活動をしてた時に、うん、同世代のなんか東京で出会ったインターン、大学1年生からインターンしてますとか、うんうんうん、起業してますみたいな人に会って、うんうん、ですごく自分とのその格差といいますか、すごい自分何もないなっていうのを強く痛感して、うんうん、なんでこの差が生まれたんだろうっていうところから、うん、その情報であったりとか、うん、まあ、そもそもインターンを受け入れてる会社が石川県の少ないとか、なるほど、実際にまあいろんなところに行って行動してるかどうかのなんか格差がすごくあるなと思って、うん、その格差を埋めるような事業を作りたいなっていうのが、もともと会社を作りたいって中学生から思ってたので、うんうん、あ、このタイミングで、まあ、どうせ今そのまま就職してもなんかあんまり活躍できなさそうだなっていう結構ネガティブな要因もあって、一旦ちょっと休学をして1年間本気で会社をやってみようっていうふうに思ったのがきっかけですね、うん、ああ、なるほど。今なんか中学生の時から実は会社立ち上げてって考えてた。そうですね、ぼんやりとですけどね。それなんかぼんやりと思ってた理由はある、会社員のイメージもなかった、その時からってこと。そうですね、なんか世界で戦える会社、それこそスティーブ・ジョブズとかの伝記とか読んでたので、あ、すごい世界で戦える会社作りたいなってずっと思って、その社長になりたいみたいなのをずっと思ってたっていう、中学生の頃から、はい、ぼんやりとぼんやりと。ちょっと私息子中学生なんだけど、はい、なんか全然そんなこと考えてない。まあでもそんな差ができて全く
すごいね。いやでも全然まあ、本当にすごくないと思います。実際僕らもまだ全然、うん、本当スタートダッシュの素の字ぐらいのメールなので、うん、なんか登記上は法人が確かにできるし社長にはなるかもしれないですけど、うん、その全くもう1号目にもまだ富士山の1号にも乗ってないなっていう感じなので、うん、実感がある、はい、でももう今スタッフもだいぶ増えてきて、今はフルコミットのメンバーが10人ぐらいですね、うん、なので、うん、もう本当これからっていう感じですね、うんうん、全然まだまだなので、でもすごい10人をこう組織化して会社として動かして、はい、会社としてでもそんな引っ張っていくっていうタイプではない、ちょっとタイプの経営者ですか、お力をお借りするっていう感じですね。一緒にやろうよ。一緒に成長していく。はい。なのでみんな平均年齢、会社の平均年齢も22、23歳なので、全員正社員の新卒というか1年ぐらい入団してそのまま、それこそリクルートとか、損保ジャパンとか、なんかコンサルの大きい企業を、に行く予定だったメンバーがそのまま辞退して入社してる感じ。はい、すごい。なるほどね。なので。でも大学で実際にこの起業するってなると何の武器もないし、はい、まだ社会人経験ももちろんない状態で、うん、やっぱ挑戦するって結構やっぱ失敗したこととか困ったこととかあると思うんだけど、はい、その辺りを聞かせてほしいです。それこそ、まあ、一番はお金が最初なかったんですよね。全部財産1万2000円だったそれもっとお小遣いじゃない。お小遣いでアルバイトセブンイレブン の、うん、武蔵ヶ辻店でアルバイトしてたんで、うんうん元からなくて、うん、で会社作るってなったらどうやら30万ぐらいは最低限、うん、それぐらいいるよね。で東京に引っ越すんだったらもうちょっとお金かかるっていうところで、どうやって調達をしようっていうことで、うんうんうん、今で言うとそれこそベンチャーキャピタルという、うんうん、外部の投資家からお金をもらうみたいな選択肢があるの全く というのも知らなかったので、うん、いわゆる人力での資金調達を行ったんです。人力ってどういうこと？具体的にはそれこそ仕掛けの青年会議所とか商工会議所回って、うん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 、プレゼンをして、1人1万円とかを、うん、あるし応援してもらうみたいなところで応援してもらうとクラウドファンディングで半々、そうだ、はい、クラウドファンディングもしてたもんね。クラウドファンディングもして300万くらい集めて会社を作ったっていうところで、そこの最初の上達のところは、お金を集めるってこんな感じなんだっていう大変というか、一番最初のきっかけで人を説得するとか、なんか応援してもらうみたいなところを初めて経験したっていうところは、まあ、一番最初は大変だったと思うんですね。それこそ石川県で活躍されている年配の方とか、うん、僕よりも二回り大きい年齢が上の方を仲間にするとか、うん、で最終的になんかバーって集まって、うん、最終的になんか目標金額だっていう形なので、なんかそこはすごく今でも経験が生きてる部分はありますね。あ、なるほど、はい、本当に最初は自己資金は1万2000円で、はい、残りはクラファーもしていろんな人から援助をしてもらって、ね、はい、まあ、助けてもらったりとか、まあ、プレゼンしていつか恩を返すみたいな形で会社を立ち上げ、はい、スタートした。そうですね。なので本当タイミングで、うん、そのいわゆる外部の投資家さんから株を渡してみたいなことを、うんうん、僕の場合はしなくてよかったなってすごく思ってて、逆に今その方法知らなくてよかった。そうです、知ってても、うん、まだこの事業で、絶対上場まで行くとか、うんうん、この事業で絶対伸びるっていう確信がまだない状態だったので、うんうん、まだなんか起業することにも迷いがあったりとか、うんうん、何したらいいか分かんない、うん、知識がすごい少なかったので、うんうんうん、そこの状態で、うん、ある種自己資金で、うん、自分が株主としてちゃんと会社をまず自力でやるっていうところを、うんうんうん、まず最初にやれたのは良かったなと思います。後戻りできない選択なので、その確かに最初のスタートの時点でもう決まってしまうと、はい、なのでこれから起業したい方とかも、うん、このモデルで絶対いけるとか、うん、もしくはなんか、うん、いろんな会社を経験して、うん、もうすでに、ネットワークがあるとか、うん、っていう場合はまた別だと思うんですけど、うんうん、本当ゼロからスタートするときはもう自己資金で基本的にやった方が、うん、後から巻き返しが、うん、まあ、どうなるか人間関係とか分かんないので、うん、いいかなと思います。最初はやっぱり自分でできるところまで必死にやってみてから、はい、そうですねってことですね、はい、他なんか立ち上げて少したって困ったこととかありますか？はい、いっぱいあり言いすぎてなんかすごいたくさんありそうな気がするんですけど、でも一番でかいとかっていうのは、うんうん、ファミリアさんのチャンネルっていうことで、お金を、うん、の関連でいくと、はい、銀行借り入れを今最初金融公庫、日本政策金融公庫から500万借りて、うん、はいはい、でその次にみずほ銀行から1500万借りて、うんうん、でその次に追加で、金融公庫から3000万ぐらい借りて、うん、でその後政府信金から1500万ぐらい借りて、うん、今6000万弱ぐらい今借りてるんですよね、はい、で最初はやっぱ、うん、
500万借りるのもめっちゃ怖かったですね、うん、借り入れをするっていう意識と返せるかどうかって不安とってことですか、はい、そうですね、今から思えば絶対借りた方がいいと思ってるんですけど、ビジネス大きくしたい場合は特に、はい、もう心から借りられるだけ借りた方が絶対いいと思って、最初500万少なかったってこと、まあでもあの身の丈に合ったっていうのは、あの借りる限度もあるじゃないですか、まあまあ、全然知らなかったので、銀行お金を借りるのは悪だと思ってたんですよね、抵抗っていうかブロックがあったのか、はい、借り入れの、はい、借金だみたいな、借金だっていう、うんうんうん、ただその確かに投資だけに使うとか、うん、運転資金じゃなくて、うん、投資に回しでめっちゃ使うとかは絶対良くないと、うんうん、あ個人的には僕らの今のフェーズだとあまり良くないなとは思うんですけど、うんうん、適切にいろんな人を巻き込む上で、うん、安心材料になるっていうところで、うん、なんか1000万借りて日本だとまあ 2% とか高くて 2% とかで、うん、年間20万で1000万分の安心買うと思ったら今安いなとか、うん、今だったら思うんですけど、考え方が変わったというか、はい、見方が変わったってことで、はい、に対して完全に最初は、うん、そう500万の借り入れも、うん、3000万の借り入れもめちゃくちゃ怖かった、なんか反抗するのも震えながらそれはすごいなんか精神的に大変だったことですね、うん、まあちょっと書類のラッシュがあるもんね、はい、借りるときでね、ありますし、まあ、今もまずは自己資金で、うん、まあ、伸ばせるだけ伸ばすっていうところを今の事業ではベースにしているので、うんうん、それこそ銀行さんとのやり取りとか、うん、いわゆるその BS をちゃんときれいにして、うん、その自己資金を、はい、の比率を高くして、まあ、そもそも規模がちっちゃすぎるので、まあ、それを10倍100倍にするにはどうするかってなったら、うんうん、結局どれだけいいお金を集めれるかっていうのがめっちゃ大事だなっていうところで、うん、いいお金っていうのは、いいお金というか、うん、あのちょっと額を増やすっていうところはめちゃくちゃ重要だなっていうふうに思うので、うんうんうん、どうやったら、うん、あの銀行から信頼されるのかとか、うんうんうん、投資家の方から信頼して、うん、この企業の価値が高いと思ってもらえるかみたいなところは、うんうんうん、真剣に考え始めたのは、うん、そういった借り入れの経験とか、あ、自分の無知を、まあ、痛感させられる経験をいっぱいしてきたからっていう今があるっていう感じなんですかね、はい、はー、なるほど、今も全然途上ですね、もうなんかスタートラインという感じでは、なんか早く借り入れ金額これくらい行きたいなみたいな具体的な目標を言ってましたけど、結構大きい金額ですよね、はい、まあ、でもね、頑張ってるっていうことでね、はい、借り入れすればいいってわけじゃないんですけど、その一つの手段として調達として、うんうん、今の僕らのフェーズだと、うん、その事業形態だと、うん、今はやれるだけやりたいなっていうところですね、うんうん、でもなんか銀行さんとかもさ、やっぱさ20代ってなると信頼がさ、なんとなく信頼というか、やっぱ下がりやすいじゃないですか、はい、絶対じゃないんですけど、はい、なんか工夫してやったこととか、借り入れするときに、はい、こう信頼してもらえるように、ね、気をつけてたもん、あー確かに、うん、本当銀行とかも T シャツで行くので T シャツハンズホームとかで行くので、うんうん、あんまり参考にはならないと思うんですけど、すごい、でもただやっぱ見てるところって人柄もそうなんですけど、やっぱ BS だなっていう、うん、あー見てるところは BS、 もう BS 以外見てないんじゃないか、まあ、銀行さんによると思うんですけど、うん、基本的にはやっぱ BS でどれだけその資産があってとか、うん、契約書ベースでちゃんと契約があってとか、うん、っていうなんかもう実質としてこれだけ、うん、利益があってみたいなところで、うんうん、投資家からお金を集めてっていうモデルとは全く別世界ではあるんですけど、うん、ちゃんと利益が出てるとか、うん、自己資金比率が高いとかっていうような、うんうん、事実がめっちゃ大事だけど、人柄とか言うと見てない、うん、あのやる気とか言ってもね、はい、こううまくいくんですっていくら言ってもやっぱり数字はある程度進めていかないといけないっていうのは意識してたんですね、はい、ちゃんと売上立ってなかったら何言ってもダメだった気がしますね、結局確かにその銀行っていう観点で言うと、うん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 、やっぱ実績とか実績と売上利益データというか、はい、あーやっぱ大事なんですね、思えませんか、どう思いますか、確かにそうです、借りる時とか信用してもらえるのはもちろんほら熱量も大事だし、はい、こういうことしたいっていう気持ちがないと通らないものなんですけど、はい、やはり結果的にね向こうを見るのは数字、そうですね、決算書、まあ、過去のデータで見て判断するので、はい、そうですよね、もう過去しか見ないじゃないですか今じゃないですか、この人は未来に見てくださるんですけど、過去しか見ないので、ちゃんとなんか数ヶ月でもちゃんとなんか出すっていうところが大事だな、全然僕らもまだまだなんですけど、めちゃくちゃ大事だなとは思いますね、逆の立場でもそう思います、ね、銀行は貸す側になったらって、ね、うん、私ちょっと怖いですもん、いきなりふわっと着て T シャツ着て家の子にじゃあ何千万貸しますってやっぱ ね怖いですね、貸す側の立場になったらそうですね、ちゃんとそれは揃えていく、はい、データを揃える、まあ、信用してもらうためにはどうすればいいか、はい、して移動、はい、めっちゃ当たり前のことしか言ってないけど、ね、まあ、基本的なことは言うのは、でもその基本的なことがビジネスがすごく大事なのだったと、私も普段
のいろんなお客さん見て感じているので、はい、いいと思います。ありがとうございます。はい、でも本当初期の頃は加藤さんにもすごい相談に乗っていただきました。領収書とか知らなかった。一回さ電車に置いてきたこととかあった。あ、領収書。領収書もなんかどうもう100回くらいやってます。1回じゃないのあれ。1回じゃないです。初版の最悪の発行じゃないんだ。まだ、ね、やっぱカードでやらなきゃなと、うん、あーなるほど。最悪なくしやすいタイプの人は、はい、カードで行けるのか、まあ、銀行でっていう、はい、残るものを使うのがポイント、はい、現金使っちゃダメだっていうところで、うん、すごい思います、うん、あれ見つからなかったんだよね結局。もう見つかってないです。経理です。経理です。飛ぶよね。確かに飛びます ね。まず皆さんしっかり電車の中も置き忘れ気をつけましょう。福田くんは冒頭でも紹介したようにニュースピックスに出たり、はい、本当すごい子はないと思いますけど、すごいドンっていうあれみたいよ。ニュースピックスの福田シューみたいな。いや本当全然結構大物だったじゃん。確かに一緒に出た方々も、あとは YouTube の方ではかなり大物の、まあ、例えばね、井上さんとか、はい、ひろゆきさんとコラボしたりすると思うんですけど、はい、なんかそういう大物の方と会うコツというか、はい、押しかけるというか、つながるコツってありますか？いくつかあるんですけど、うんうんうん、まあ、3つぐらいあって、1つは相手の1時間の価値をちゃんと認識するっていう、うん、あー、それすごく大事だと思います、はい、うん、2つ目は、まあ、相手のメリットをちゃんと考えるっていうところ。すごいね、はい、最初から意識してたの？意識してました。すごい。で、3つ目は、うん、紹介は使わないっていうところ。意外。人からの紹介は使わない、うん、使わない。それぞれ簡単に紹介すると、うんうんうん、1つ目は相手の1時間の価値を認識するっていうのは、うんうん、例えば大きい会社の社長、例えばファミリーマートの社長とかだと、あ、ありましたね、1時間で例えば10億の案件、まあ、100億の案件とか意識ってをする、うんうん、決めるって考えると決断をしてるってことですね、経営者として、はい、その時僕、ね、セブンイレブンでアルバイトしてて、その月800円だったので、うん、800円とか10億とかだったらだいぶ違うじゃないですか。全然違いますね、価値が。それをちゃんと認識するっていうのがすごい重要だなと思う。一緒だと思わないってことね。姿勢として、うん、あの出るんですよね、絶対。相手のことをちゃんとリスペクトしてるとか、うん、あの相手 の、うん、あの1時間の価値を認識した上で会ってると、うん、まあ、当然その、うん、2つ目 そのメリットをちゃんと提供するっていうところが分かってくるんですけど、うん、提供できない場合もあるじゃないですか。例えば、うん、立場が違いすぎて、はいはい、何も出せるものがないって時もあるよね、はい、もちろん、うん、だそういう時は、うん、なんかいつでも呼び出し券みたいなのを紙に書いて渡したりしてました。それなんかお母さんに肩たたき肩たたきの一緒みたいな感じで、はい、うん、それ経由でなんかまた次につながったりとか、あ、それがつながることが、要は連絡が来るってこと？連絡とかなんかプロジェクトの時とかに声がかかるとか、そのもう何でも券で何でも呼び出し券で、なんか逆に美味しくないですか？そうですよね、無料でできて、はい、でいざとった時には向こうも何かしらの時に連絡が来るね、そうですね、まあ、来ない場合も全然あるんですけど、相手の1時間の価値を認識して何かしらメリットを提供するっていうところで、1つ目と2つ目ちょっと被るんですけど、その2つ目のメリットもお金以外のところでちゃんと価値を提供するっていうのも重要だなと思ってまして、やっぱお金だけだと結構難しいじゃないですか。例えば1時間しか100万円とか出せないじゃないですか。だからそれ以外の価値で相手が困っていることを解決するとか、なんか今力を入れていることを手伝うっていうような文脈は僕らよくしていて、例えばその方がすごい実績あるけど SNS は疎いとか、あー、そのパターンあるかもしれない、はい、もしくは Twitter とかは得意だけどまだ YouTube はやってないとか、あー、なるほど、 TikTok はまだやってないとかっていう方とかだと、僕らが今やってることのお力添えができたりとか、まあ、それがそのまま事業につながったりするので、相手が何に困ってるのかっていうのをちゃんと調査してメリットを提供するっていうところはすごく重要だなと思ってます。やっぱ人間会う目的というか、ちゃんとメリットがないと会ってくれないし、1回で終わる可能性がすごい高いと思うので、会ってしまって終わりみたいな、はい、そこに繋がらないってことだね。繋がらないっていうところで、ちゃんと相手のメリットを設計するっていうのが重要かなと思います。メリットは調べ尽くして何かないかなみたいな感じでアプローチをかけるって。そうですね、だからそれはもうずっとちっちゃい頃から感覚的にやってたみたいなのはあると思います。ちっちゃい頃から、はい、
あ、ただでも全然そのレベル感としてはやっぱ僕も全然低いと思います。相手の気持ちに立って考えるっていうことがどれぐらいのレベル感でできるかっていうところで、いや、事業の成長とかも決まるんだろうなと思って、結局自分勝手な部分もすごくあるので、そこはちょっと反省とこれから伸ばしていきたいなと思ってます。なるほど、はい。で、3つ目の紹介で人と会わないっていうところは、僕絶対そっちの方がいいと思ってるんですよ。だから直接行った方が絶対いいんですよ。なぜなら、その紹介してくれた人の信頼も背負うわけで、確かにその連帯保証金的な、絶対無担保無保証で行った方がいいんですよね、人と会うときは。一人でも自分だけの責任でトライする、はいはい。まあ、僕がなんか、その慎重派であるっていうのもあると思うんですけど、結局誰かの信頼を使って会うっていうのはどうしても使わざるを得ないときとか仕方ないと思うんですけど、基本的にはやっぱ自分で行くっていうところが本当に、交じり気のない1対1の会話ができるの でかつやっぱ誰も傷つけないというか、連帯保証人がいない状態っていうところは、めちゃくちゃいい。僕らで言うとまだ何者でもない、まだまだスタートアップの時とかはやっぱり自分たちの責任の範囲内で器を大きくしていくっていうのがすごく重要だなと思うので、なるほど。 YouTube のまだまだ登録者数もそうですし、それこそ初期の数百人とか数千人の時も基本的にはもう自分で体当たりでいくっていう、体当たりでいく、直接じゃ連絡を取る、メールとか問い合わせフォームに自分でダイレクトに文章を打って、はい、よかったらみたいな感じのお願い。そうですね。まあ、あとその紹介してくれた人のメリット設計とかもしなきゃいけないなっていうところで大変だなっていうのも若干あるんですよね。はい、まあ、でも会う側としてもその間の人が仲いいかとか気を使ってそうですよ、ね、ちゃんとして素直な話ができなかったりしますよね、はい、しがらみがあったりしてね、はい、お互いにとっていいってこと。そうですね。だから基本的には紹介以外でちゃんとアプローチするっていうところはすごく重要だなと思ってます。なので人脈とか基本的にいらないと思うんですよ、最初とかないじゃないですか、それを言い訳にするのではなくて、ちゃんと、まあ、打席に立って、1割打者の3割打者でもその100打席の3割打者か、もう1000打席の1割打者だったら全然ヒットの数は1割でも打席立った方がいいと思うので、その中で相手のことを考えるとかをちゃんと数をこなして育てていくみたいなのはすごく重要だなと。数をこなすけど、まあ、同時にタイミングも大事なので、相手のなんか、ここならいけるみたいなことを見極めますのが重要だなと思います。要は必要としてくれてるポイントが今だなっていう時に声をアタックをかける、再現性どれぐらいあるか分かんないですけど、すごく3つのポイントは重要だなと思ってます。なるほど。ちなみにニュースピックスはどういう経緯で来たんですか？ニュースピックスは、でも本当メールです。あ、メールで直接、出演しませんか？そうですね。はい、なんで結構それこそアベマ TV とかいろんなテレビとかも基本的に自分たちからアプローチは結構難しいじゃないですか、テレビとか、そのメディアは、なのでもうちゃんと淡々と価値を作るっていうのと、まあ、領域とタイミングがやっぱり大事だなと思って、僕らはその新卒採用という狭い市場の中でのポジションをまずは取ろうっていうところで、それがなんか結果的に就活のシーズンとかに呼ばれるみたいなが結構あるので、話をしてほしいとか、はい、どういう風な今現状なのかっていう話をしてほしいって感じでメディアから声がかかる。そうですね。なので結局もうポジションとタイミングだなと思うので、ポジション取りってめちゃくちゃ大事ですよね。亀井さんもそうじゃないですか、税理士というポジションで、かつ今まで男性ばっかりじゃないですか、そこでポジションを取ったっていうのが大きいかもしれないですか。あとビジネスって結構掛け算していかないと目立たないので、はい、ほら会社立ち上げて社長やりましたってだけだといっぱいいるけど、ちょっとこう差別化していくと、例えば就活専門でやってるとか、私みたいに自営業にも絞ってやってるかって掛け算をしていくと、さらに YouTube してるとか私もしてるなので TikTok もするし、してるって掛け算をしていくと大事かなと思う。確かに。なんで僕らの今後の課題は、とはいえ就職活動新卒市場はちっちゃいので、自分が体験をして課題感を感じた領域なので、これからもやっていくと思うんですけど、どうやってこれから大きくしていくか、例えば転職の市場に行くかとか、YouTube や TikTok を今軸にしてるんですけど、また別の新しい領域の、今よく Web3 の領域にめちゃくちゃ興味があるので、その領域とうまく掛け合わせて、いわゆる採用マーケットの市場とか、実際働くとか、でその行動する人が世の中に増えたらいいなと思ってるので、キャリアとか採用のマーケットでどれだけなんか大きく、ちっちゃい市場のポジションを取った時もちょっとずつ大きくしていくっていうところが今の今後の課題だなと思います。
なんか NFT の勉強をつい最近しに行ってきた。はい、どこまで行ってきた？ニューヨークに行ってきました。そう、行動力がすごいけど、ポンと飛べるっていう話があったら、ちゃんと行動して、チャンスを掴んで、動けるっていうか行動できる。そうですね。やっぱすごいなと思って。いやいやいや、でも、神谷さんも今回東京に。10年ぶりぐらいのすごい決死の覚悟を感じましたメッセージからなんか僕普通になんかその困ってから金沢くんぐらいの感覚だったから、うん、OK ですみたいな感じだったんだけど、うんうん、めっちゃ決死の覚悟で東京で準備をめちゃめちゃやって台本を作ってそうそうすごい準備してそれがやっぱ川南さんのすごさだな、うん僕と真逆だなと思いました確かにちょっと違うのかもしれない、はい、似てるとこもあるけど違うとこもあるかもね、はい、僕全然前日ですもんなんとかなるって思ってなんとかならないこともいっぱいあるので金谷さんみたいな人を採用したいなと思ってぜひぜひぜひ全力で今採用担当してもし興味あったら言ったらあのコメント欄にあの、はい、コメント欄で、はい、ツイッター欄にお願いします、うんうんればと思います、はい、じゃあ本日は貴重なお話ありがとうございました多分視聴者の方もフリーランスしたいとか、はい、これから起業したいとかお店したいって思ってる方多いと思うんですけど、はい、なかなか勇気がなかったりとか行動に移せないっていう大人ってすごくたくさん多いんですよ、はい、なんかそういうのも含めてちょっと福田君にこう刺激というか、はい、行動をするって大事だよというか行き当たりばったりでもいいからとりあえずまず挑戦してみるっていうことを、まあ、ちゃんと考えてはねいるけど、はい、そういうなんか話ができるなと思ってこれをお願いしました、はい、本日ありがとうございましたはい、それではまたの動画でお会いしましょう税理士川南でした。それではまた。